2016年のキラヨシ駅の伝言版2005年の池下駅一番出口県改札口6時間後は消します。との注意書きがある2009年の萩山駅お忘れ物の告知欄が併設された2013年の下北伝言版、ジャパンエキスポ2012て1987年のアニメシティハンターに登場する伝言版の影響で置かれた伝言版は 鉄道駅の改札口出口付近などに設置された黒板とチョークを用いる掲示板。その駅が管理し、一定の時間になると伝言は駅員によって消去される仕組みである。日本国有鉄道100年史には1904年に東海道線の新橋駅をはじめとする8つの駅に国地板という名称で伝言板が設置されたという記述がある。また、 前年の1903年8月の読売新聞では、北越鉄道の4つの駅に伝言表という名称で、伝言板が設置されたと報じられている。伝言板という名称を最初に使用したのは1906年に東武鉄道が設置したもので、戦後は国鉄でもこの名称が使用されるようになった。個人間の待ち合わせの連絡用などとして利用されて、いたが、 1996年頃に撤去する駅が相次いだ。その要因として、携帯電話の普及による需要の減少や、いたずら書きの多発などを挙げる指摘がある。いたずら抑制対策としては、チョーク、黒板消しを置かず、出冊窓口で渡す方式も取られた。他にも、通勤時間帯の通行の妨げになるという見解も、あった。下北沢駅南口には2007年、 NPO 法人によって、下北沢の人々をつなげる目的で、下北伝言板が置かれた。2010年の時点で、JR 東日本東京支社管轄の78駅の、うち、伝言板が残っていたのは、阿佐ヶ谷駅、北柏駅の2駅のみという調査がある。2019年の4月時点で、新京成電鉄では、全24駅中18駅に現存している。 また、東京地下鉄では改修工事が行われていない、八丁堀駅、築地駅、綾瀬駅の3駅に残されている。なお、長尾駅のように、2010年代に改めて設置を始めた例もある。ありがとうございます。